1970年の大阪万博で展示された万博ピアノを使った授業が県立宇田高校の灰原学舎で行われました。県立宇田高校灰原学舎の図書館エントランスに設置されているエメラルドグリーンのピアノ、こちらは1970年の大阪万博の際に河合楽器製作所が特別に作った3台の万博ピアノのうちの一つで、当時の万博イメージカラーに塗装されており、鍵盤には象牙が使われています。大阪万博の後、市内の企業が買い取り高校に寄贈されました。この日は実際に万博ピアノの魅力に触れてもらおうと、万博ピアノを使った音楽の授業が行われました。授業には24人が参加し、ピアノの伴奏に合わせて1970年大阪万博のテーマソング世界の国からこんにちはを歌いました。そして2年生の津脇和人さんが見事な演奏を披露しました。生徒もすごく前向きに、またこのピアノについてもいろいろ調べてくれて、いい授業ができたかなと思っています。いろいろな方々にこのピアノの良さ、音色を聞いていただいて、本校のピアノがまた今の新しい万博との架け橋になるような、そういう役割を果たしてくれたらとっても嬉しく思います。県では来年開催予定の大阪・関西万博でストリートピアノとして万博ピアノを設置する計画を進めており、ピアノの音色が55年の時を超えて2つの万博をつなぎます。